こんにちは経営コンサルタントのながらです今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、えー、ここに記載されている第一条から第7条の文言大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください どこか1箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんすべ、えー、ての文言に承諾,承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして私まで感想を送ってくださいステッカーを販売しておりますよはい 令和2年11月20日金曜日草コイン新聞 FX 中野研究会あすっごい暑いです本当にもう朝から T シャツ1枚で十分ですね昨日の夜はえ布団も毛布もいらなかったです T シャツ1枚で寝て暑かったです夏ですね外はねえ千葉県松戸市は朝からずっと曇ってますね曇ってますそしてえーじ 家の前の神社のね、紅葉となった落ち葉がね、道端にあふれかえってます。もう、秋真っ最中って感じですね。ただ、気温は夏です。真夏です。暑いですと。とてつもね暑いですね。で、今日はですね、えっと、まあ、お知らせなんですけど、ドル円決済いたしましたということで、 えーっと今日朝からねドル円ずっと見てるんですけどもあの非常にね動きがおかしくなってるってことですね、えー、これドル円なんですけど1分足で見るとねあのぎこぎこぎこしてるんですねぎこちないんですねこれねまあ今急落しましたけど急落しててもちょっとだけですよ急落ねあの非常にですね動きがぎこちないんですね それでまあ、中根も今日は五、ね、島日の中値でしたけどあまり上がらなかったとたぶん、ね、中根はあの夕方のロンドンタイムにですね、えー、日本の銀行も、えー、ドルを買ってくるんじゃないかなと思われますもうね <laughs> 中値中根っつったところで9時55分のね中根っていうのはほとんどやってなくて、えー、日本の銀行はバカじゃないんでね やっぱり安い時にドル買いたいので、まあ、ロンドン中金、ね、で一緒にね、日本の銀行も一緒に買うときも非常に多いんですよね。なので、これからね、例えば今3時ですから、14時56分でしょまあ、?3 時4時5時ぐらいにね、あの日本の銀行とイギリスの銀行が、まあ、ヘッジバンドが買い出してくると、まあもう収集つかなくなってきますね。それで まあ横横になってサチュレーションしてますよね、これね。で、まあ、あの、前回、そこね、がここで、これが103.17ぐらいでしたね。17ぐらいでしたね。それで、えこれはファ,ウあのファイザーのねえ <coughs>、コロナウイルスの特効薬、ワクチン開発成功ということで爆上げしましたね。これ230ピップスぐらいかな。 爆上げしてでダブルトップつけてダブルトップつけて下がってきましたねでまああの当初はねここの103円17円を底、えー、抜けてですねもっとしていくんじゃないかと思われましたが、えー、どうやらですねここのところで、えー、サチュレーションを起こしてますねサチュレーションを起こしてこうやって上行くと、まあ、今日の,あのロンドンの中根から まあ上いくんじゃないかなって見込まれ始めました。それで <laughs>、ダブルトップつけてるんですね。こうやってね、ダブルトップつけてるんですよね。あ、ダブルボトムですね。ダブルボトムをつけ始めて、非常にですね、怪しい動きになってきてるんですよね。こうですね、こうやってダブルですね。なので、まあ、あのー、こういうとこで、そこに切り上げですね。 そこね切り上げの、うん、上げが来てるということでどういうことかというとですね、まあ、これ突き足なんですが突き足はねこの4年にわたるペナントフラッグを、えー、三角形の旗ですねちょっと待って汚いなここ、えー、三角形を突き抜けてこれちょろちょろって下行ってるんですが突き足ですねこれね。 週足で見ると、ですねまあ、あのこれ週足でこうやっでちょっと縮めるんですね。そして見ますと、ですね、まあ、これがこれがトランプ大統領就任の爆上げですよね。4年前ですね。で、文字文字ってきて、で、これぐるーって一周しましたよね。で、真ん中、ここがあの去年の1月3日のフラッシュフラッシュクラッシュですね、これね、フラッシュクラッシュ。 でここも一旦ぐるーって守りつけましたよね。で、ここは真ん中が3月の頭のコロナショックですね。だいたいこう円を描くんですね。サイン・コ・サイン・カーブの円を描いて真ん中をちょっと過ぎたところで <laughs> 大クラッシュが発生するんですね。これは1月3日のフラッシュクラッシュ去年ね。今年は3月,頭,3月,3日かな3月頭の、えー、コロナショックですね。それでよく見てみると。 ここ丸つけましたよね。丸つけましたよね。で、ここでそこに切り上げてですね、そこに切り上げてるんですよこれ、ね、ここね。切り上げてて、もう一回丸をつけようとしてますね。で、真ん中でラッシクラッシュがあって、パックマン見たくなると。で、ここ、パックマンでしょ ?1 個目のパックマン。で2個目が、ここパックマンですよね。 変形パックほんで,す、ね、で3つ目をつけようとしてですねでこれどうねちょっと一旦上行くわこれ107円108円ぐらいまで行くねこれね108円までちょっと行く結局下がるんだけどね下がるんだけどこっからまたビヨーンって行くからただうーんワクチンの期待感ででワクチンがアメリカは年内に2000万人ももうできるって言ってるんですよね で日本も多分1月末には2000万人分ぐらいは日本に入ってくると思うんですよ。で、みんな接種、まあ、注射打ち始めると思います。あの2月の14日の,あのバレンタインデー前にはね。だから景気速攻で回復すると思うんだよね。あのワクチンはもうアメリカの FDA がですね、今週中、まあ、1週間以内に承認を出して、あのもう 市場に出すすっって言って言んですよねでそれを日本政府はあの買い受ける権利をもうお金を出してえ獲得してるんでね年内に <laughs> または1月中に入ってくると思うんですね日本に2000万人目ぐらいはねだから医療従事者とかはもう、まあ、ワクチン打って仕事できるとあと一部の人は、まあ、ワクチン打ってえ飲み会にも参加できるし飲み会で大騒ぎしても全然大丈夫だと。 まあ、大騒ぎはしないでしょうけど、周りの目があるからね。なので、108円までは一旦上がるんじゃないかなと。でそこからまたいろんなね、まあ、戦争とか、いろんなあのワクチンがちょっと後遺症があるとかで下がってきて、大クラッシュ起きてからの、まあ、下がりですねで。結局は、結局は、まあ月足を見ていかないといけないんですが、月足を見ると、まあ、ここが東日本大震災で。 民主党政権から自民党政権に変わりましたよね。これ2011年ですね。で結局は、もう一回ちょっと切ってからの、まあ結局下がる時も、まあ、1年ぐらい上げ、まあね、1年ぐらい下げて、半年上げて、1年下げて、半年上げて、1年下げて,半げて、年げて半年上げてってやってるんですよ。だからここも、まあ、下げるんだけど、半年上げて、 1>, 1年下げて、半年上げて、1年下げて、半年上げてってやってきます。だからもうガチ穂しかないですね。ガチ法ただ、108円まで今回上がる可能性があるので、108円よりも上でガチをしてる人はいいんですけど、まあ、108円はちょっと大きいね。今104円ぐらいだから、400ピップスの上げは大きいので、やっぱり全決済してロングした方がいいかもしれませんね。うんこんな感じでいくと思いますので、 で私はですね、あの、えー、今日の朝ね、全,全決済しました。それで、いくらになったかというとですね、こんなこんな感じになりましたね。えこれですね。そして、いくらになったかというとですね、 全決済して、ここに売りポジション、買いポジション全部ありませんよ。うん、売りポジションしかやってないですが、えー、本日の損益ですね、えー、1557万9000円ですね。一、はい、時1600万ぐらいまでいきましたけど、まあ、あの頭の尻尾は取れないんでね、1557万9000円です。で今週はこれだけですね、1550、まあ今日の決済。で今月、<coughs> まあ、今日20日ですけど、11月は カツカツですけど今月は510011月は5183万9445円でトータルで6900万、まあ、トンって4万6405円ですね一時7000万いってましたけどまあ頭でしぼ取れませんだからあと3100万稼げば1億円突破するんでねまあ年内なんとかあと3100万を えーまあ、これからロン,グロングターンに入りますからロングっていうのは貝のポジションに入りますからね、えーまあ、すぐに貝、ね、の,のポジションに入れるかすら入れないので、えー、これもうサチュレーションを起こしてますからねこれ上ですよね、<laughs> もうほとんどね30分足、1時間足でもやっぱ上ですね。これね 1一時間足ですが、これ75移動平均線とまローソク足が当たったところでバキャンっていくんじゃないかなと思われます。はい。<coughs> か分かんないですけどね。まあ、あと今日のロンドン中値かもしれないですね。ロンドンタイム始まってくるかもしれないですけど、これは下行きそうもないですよ。これね、サチュレーション起こしてるんで。で、そこをね、切り上げちゃってるんでね。やっぱりこれ あの上行っちゃいますねずっとねはい <laughs> すいませんあのパックマンパックマン今2つ作ってるんでね、うん、1個でしょ2個でしょでそこで切り上げたんでもうちっちゃいパックマンもう1個作るんで、ね、これね、うん、でここが、まあ、108円と108円いったら今度ショートですね れれていいいいただければいいかなと思いますはい、ということでですね <coughs>、今日は私が決済したお話をしました。えー、今日の利益は1557万9000円ですね。今月が5183万9445円、えー。口座トータルは6900万トンで4万6405円ですね、はい。1億円到達まであと 3, 約3100万円です。 えー、今日はね、これで終わりにさせていただきます。あ、それと、そうだな。ビットコインの価格をちょっと見てみたいんだけど、また上がってきましたね、やっぱりね。強いね、ビットコインね。ビットコイン2ですね。はい、ビットコイン2ですね。はい。187万9000ですね。一時ね、まあ、192万円つけてから。 一時180万ぐらいまで下がっちゃって大丈夫かと。12万ぐらい下がっちゃったんですけど、また188万まで来ましたから、まあ今月,今月中に200万いくんじゃないですかね。あと12万ですからね。11月中に200万いって、12月に300万いくと。<laughs> その勢いはありますね。勢いは全然ありますね。だから今のうちにリップルとかですね、まあ、ネームとか <coughs>、イーサリアムですね。 まあこういうものを草コインを買っておかないと皆さんねビットコインで利額して利益が出たお金で草コイン買ってまたダブルで大儲けしますからね3年前はそうでしたからあとやっぱ体の枝ですねもう100万単位で買いたいですねうんまあ5万円ぐらいにしておいてください <laughs> はいトロントロンもいいですね うん。いや、本当に魅力的だと思います。仮想通貨ですね。これからはね。はい。それでは今日はこの辺で終わりにさせていただきます。ビットコインいいですね。ようやくって感じですね。はい。そうです。サチュレーション起こしてますね。もうダメですね。これね。ドル円は上昇気流入っちゃいましたね。はい。それではね。あのー、 これからもね、動画を作っていきますのでよろしくお願いします。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお世話いたしました。失礼いたします。